北進テスト24年度第1回数学です。7番右の図図1で長方形 ABCD は2倍の AB 小なり AD です。正方形 ABFE の頂点 E は AD 上に、頂点 F は BC 上にそれぞれあります。また点 GH を四角形 EGCH が正方形になるようにそれぞれ取ります。これについて次の各等に答えなさい。正方形 ABFE、それと長方形 EFCD、そしてもう一つ大きな正方形 EGCH があります。長方形と大きな正方形は E と C が重なっています。問題はですね、カッコ1番、AFG 直線 AFG が一直線であることを、証明しなさいということですね。それともう一つカッコの2、AF の長さが 8cm、 三角形 HEF の面積が25平方センチメートルの時、 H から F の長さを求めなさいがカッコ2番です。カッコ1、点の AFG が一直線であることを証明しなさいという問題です。ここで問題を解く時のポイントは、長方形の EFCD と大きな正方形の EGCH をですね、対角線の交点が O で一致しているということがポイントになります。長方形の例えば OEF というこの三角形は EO と FO が長さが等しいので、まあ、二等辺三角形になります。さらにですね、同じく正方形の EGO のところを見ても EO と OG は同じ長さになりますので、これも二等辺三角形だと思います。そうしますと、EO と FO と GO はそれぞれ同じ長さに、これ2本でね線を引いてますなるということは、ここでまた新たな二等辺三角形 OFG の底角と、EFO の底角がそれぞれ等しいというのが分かります。長方形 EFGO で、まあ、角度の EOG は直角なものですから、残りの角度ですね、ここと、まあ、こことここの角度を考えてみます。そうしますと、まず今言ったように同じところですね、この1重のところと2重のところはそれぞれ角度が同じですので、四角形のですね、内角の和360度から90度を引いたもの、それをですね、2つに割ると1重と2重、1重と2重ということでペアが2つできます。1個とこの2重を足したものは360度から90度を引いた270度を半分にするというのが角の EFG です。270度を半分にすると角度は135度、したがって角の EFG は135度、45度と足して AFG は180度というのが証明です。カッコ2番、カッコ2番では正方形 ABFE の対角線が AF が 8cm と分かっております。それともう一つ、三角形の EFH が25平方センチメートルというのを与えられております。その時、F から H までの長さはいくつですかというのが問題です。正方形のですね、小さい正方形 ABFE と大きな正方形HEGC というのがあります。ここですね、三角形の EAG、 ここですね、 EAG は小さな正方形の一辺、それと大きな正方形の一辺、その間が90度とこの丸の角度、丸っていうのはですね、ちょうど、長方形の EFCG の中心と EGCH の中心が同じですので、ちょっと回転移動させたような形ですね。したがって角の GEF とHEJ、 これ J としますけども、 J のところは角度が同じだってことですね。従いまして、三角形の EFH も小さな正方形の一辺、それと大きな正方形の一辺と角度が90度プラス丸ですので、2辺とその間の角が等しいので、三角形の EAG と三角形の EFH は合同な三角形ですね。角の EFH も45度、
残りも、ここのところの JEF が90ですので角の EJF も45度、これですね、ちょうど同じような直角二等辺三角形の、まあ、もう合同も示されます。で A から F と今言ったように合同な F から J は8センチ8センチが正解ですので残り J から H が分かれば問題括弧2の F から H の長さが出てきます。ここでですね、三角形の EFH、EFH が25平方センチメートルとに与えられてます問題で。ということはここのですね、三角形 EAF は 8×4×2/16 の16平方センチメートルですから当然 EFJ も16平方センチメートル、全体で25平方センチメートルから16平方センチメートルを引きますので、三角形の HEJ はこれは9平方センチメートル、25-16で9平方センチメートルが分かっています。これでもうこの問題はね、解けてしまいます。どういうことかというと、三角形の EHEJ と三角形の EFJ は EJ が共通で、まあ、高さがそれぞれですね、違っていると。ただ斜めになってますけども、このね、H から F は、まあ、直角に高さとしてやっても比は H 対8センチは変わりませんので、8対 X、ここから F から J と J から H を8対 X は面積比、このところですね、下が16対9ということをしまして内側の掛け算が外側と等しい 16x×8×9=x=4.5cm というのが分かれば 8cm に 4.5cm を足した FH は 12.5cm というのが正解です。